です。と私の大好きなアーティストの吉野安藤雅恵さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。鹿児島在住で全国回っております吉野と雅恵で吉野安藤雅恵です。よろしくお願いします。お願いします。夏しばもも、夏しばもまれ。これからもあなたのことをいつまでも応援するよ、どこまでも。いや、もう今めちゃくちゃ忙しいんじゃないですか。今ね、現在ツアー中で、うん、ずっと日本全国歌って回っております。ありがたいです、本当にね、うん、もう自分たち今車で回ってるんですよ、もう2人でね。それをまあなりわいに回っております。今年は2024年は何箇所ぐらい回る予定ですか。今のところはもう日本9周目なんで数えてないんですよね増えてますもんね。だってだいたい数えてた頃は年間50いかないぐらい、はい、やば。このお二方の生歌がもうやばいから、もう魂の歌っていうのかしら、あれはすごいパワーがいると思うんですけど、100何箇所回って無事？いやー、吉野ちゃんちょっと半分なんか、なんで？そうですね、後半は特にね、うん、特に私は歌うだけだけど、ギター弾いて歌うので、うん、もうきつそうです。なんで始めようと思ったんですか？鹿児島在住なんで、やっぱ故郷の鹿児島を各地回ろうということでちょっと回ろうということで、回ろう各地を回ろう。ごめんなさい、ちょっとちょっと帰国子女みたいになりましたけど、片言かな。マサイちゃんがね、もうマサイちゃんがなんか取材の前にね、なんかちょっとこれあんた食っとけみたいな感じで、こうやって喋るのに、あんた臭かったら嫌だよって食べれて食べさせたんですよ。そしたらそれ今ギャルギャルしたそしたら坂本冬美的なね、奥歯に押し込んどいてずっと唾液出るようにみたいなことやろうと思ったんだけど坂本冬美さん、うん、そんなことって言われてる。上にね、うん、今もう今噛み砕いたんで、はい、ありがとうございます。気持ちももう噛み砕かれた。もう飲んでくれた、はい、吉野さんもっとすごいもうパワーボイスのバーンって感じなのに、今も全然声量違うでしょ。ニャムニャム言ってたって思ってた、ね。お二人はツアー中、はい、喧嘩したりしないんですか？全くしないです。意外です。してそう？いや、二人きりで24時間ずっといたらやっぱ誰でも喧嘩になるんじゃないかなって思ってたから。敵がいっぱいいて、まあ、何戦国武将かいかに仲良くなろうとか、うん、いかにこの人たちの心を癒したいなっていう、この向き合う相手がいっぱいいるからってことですよね。いっぱいいるから自分たちは絶対に同じ方向を向いてようねって最初で話したので。ちょっとこれ皆さん聞いた？音源とか映像とかいろいろあるんですけど、ライブでしか僕らの魅力っていうのを伝えることできないんですよね。やっぱ僕らの表情とか息遣い、トークとかそういうのはもちろん載ってないですから、そういう部分でやっぱライブを見に来ていただきたいですね、うんうん。こうステージで大切にしてることって何でしょう？僕はもう間違いなく呼吸ですね、うん、全てにおいて、うん、もう生きてること自体が呼吸なので、なステージングにはもうそれしかないっていう呼吸をしますね。吉野さんがで息吸って始まるじゃないですか。あれがもうたまらなくもうドキドキと心をもうギュッて感じで、もう聞く体勢に私たちがもう持ってかれちゃうから、やっぱライブすげえなって純粋に熱く語りすぎてるよね嬉しいね。嬉しいです。本当自分は、うん、空気と思った。あ、でもそれは聞いてくださる方の表情とか、うん、その人が持ってるなんかオーラみたいなのあるじゃないですか。その空気を読みたいと思ってるんです。届けたいと思った時にこの人には
こうだよって言った方がいい人と、うん、こうじゃないって歌い方した方がいい人っているじゃないですか。 そうですね、その空気とか表情とかを読むようにしてます。すごい。歌はどちらが主導で作ってるんですか。僕がもうほとんどほぼ 100%。 あ、そうなんだ。へえ。ごく稀に作詞をされるんですよ。この雅恵様がその作詞をなさって、それをまあ僕が賜ってまあ曲をつけさせていただくっていう形の、まあ、雅恵様がね、もう力配分がですね、もう本当に極端なんですよ。全ての実験をこう自が握ってるんですよね。だけどその音楽作りに関しては僕が実験を 100% 持ってるんですよ、うん、最高のバランスかもしれませんね。雅恵さんのこのパワフルさとか華やかさって変えがたいものがあるから、そこでね、力強く音楽でしっかり吉野さんが支えてくれてるっていうことですね。はい、なんかよく言っていただいてありがとうございます。途中振り付けというか、あれは手話のような、はい、手話です。あ、そうなんですね。あれって、はい、吉野&雅恵を結成したのが2013年、その以前に今でいう特別支援学校の教員をしてたんです。その時に耳の聞こえない子供とかと手話で会話をしてたんです。で、音楽を生業にしようということで2人で歩み出した時に、これまでの人生もやっぱり自分が一生懸命生きてきた足跡なので、手話とか体全体で表現したらもっと伝わるんじゃないかと思って手話を取り入れて歌うようになりました。それこそ僕とマサエちゃんって音楽的なキャリアがちょっと差があるんですよ。そうなんですか。長く音楽されてる方とか、上からきつく、なんでそんなんで歌ってんのとか言われることもあるわけです。マサエちゃんはやっぱりその都度その都度でダメージを受けてて、私って歌っちゃいけないのかなとか、歌わない方がいいのかなっていう風に撮るぐらいボロボロになったツアーだったんですよ。ほんでもうなんか漫画みたいに雨がダーッと降る中、向こう側から両手にミュールかなんかこう持ったミュールマサエちゃんがえーって泣きながら歩いてきて、で僕どうしたのマサエちゃんって言ったら、うん、私歌っちゃダメかって言うわけ。話を聞いて、それはキャリアは確かに短い、でもマサエちゃんは特別支援学校の教員、そういったところで培った経験をもう唯一無二なんで、その経験それを歌に乗っけたらいいだけっていう感じの話をしてから、ストンとこう腑に落ちた感じで、もっとこう自信あるねステージができるようになっていったんですよね。1月と8月の後半までは鹿児島県内でライブをしてます。あ、なるほど、うん、じゃあもう一旦帰られるんですね。はい、8月の24から熊本スタートで登ってきます。いや、ちょっと SNS とかでねチェックして、もう近くに来たら絶対行った方がいいよみんな本当に。突如なんですけど、ちょっとマサエさんに私プレゼントが入りまして。メイクお好きなんだろうなということで、ちょっと幸の服があります。え、すごい、すごい、え、すごいよ、すごい、マサエって書いてあるの、マサエって書いてある、お名前も入れさせていただきます。すごい、使わせていただきます。大切に。すごい、すごい、なんと一緒にねイベントをさせていただけることになりまーす。なんと9月の8日日曜日、はい、大取りで出ていただいて、私は MC とちょっとオープニングアクトをさせていただいて、いや嬉しいです。広島の、ね、シンガーソングライターの福田翔吾さんとめぐちゃんが出てくれますので、うん、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。みんな見に来て。吉野&雅恵の曲はどこで聞けますでしょうか。それこそ Apple Music とか LINE Music、はい、そして YouTube プレミアムとかでも聞けますし、はい、ライブ会場でやっぱりあの CD をそのままこう手渡しで買っていただくっていうのが嬉しいんですよね。一番いいですね。自分が今こう書いている作品をグッズにして販売しております、はい、めちゃくちゃ可愛いんで、あのおすすめです。もちろんライブに来て購入していただくのが一番ですけど、あのなかなか、ね、来れない方にもいらっしゃると思うので、はい、概要欄の方にあの URL を貼っておきますので、はい、ぜひぜひ皆さん購入してみてください。お願いします。本当に今日どうもありがとうございました。吉野&雅恵さんでした。